皆様こんにちは、杉村と申します。今週もワークア o トウェンズで2022の Week11 の解説をしていきたいと思います。今週のお題というのは、階層をナビゲートできますかという問題になっているんですけれども、実際に英語を読んでいくよりもですね、実際のビュー画面を見ていった方がわかりやすいので、埋め込まれたビュー画面で説明をしていきます。 今週の与えられた課題というのはこちらですねカテゴリーをこうクリックしますとプロダクトハイラーキーということで階層になっていますでタブロの通常のドリルダウンというのはここでですねプラスボタンで階層構造を組んでドリルダウンしていくことはできるんですけれども こちら見ていただくと、すべてのカテゴリーですね、からサブカテゴリー、そしてサブカテゴリーから、すべてのマニュファクチュア、すべてのカテゴリー、サブカテゴリー、マニュファクチュア、メーカーということで、このようにドリルダウンしていきます。ですので、今回のこの問題というのは、このようにですね、クリックしたら、ドリルダウンというサブカテゴリーということで、テクノロジーに絞ったカテゴリーのみに絞る。 マシンのみにドリルダウンする。そうすると、上の線グラフに関してもフィルターがかかるというものになっています。で、最後、プロダクトネームでクリックをしたときに、フィルターダッシュボードというものをクリックしますと、このプロダクトのみの売上の推移に切り替わるというものになっています。で、このドリルアップに関しても、 このような便利なボタンが提供されていますので、このようにですね、ドリルダウンとドリルアップをかなり非常にこう UX が優れた形で行えるようにするというのがこの問題になっています。はい。で、リクワイアメントを見ていきます1000。1000×800 ピクセルですということですね。で、クリエイトはラインチャートを作ります。 そしてドリルダウン、ドリルアップできるようにします。ボーナスオプショナルチャレンジということで、Can you extend the widths of toolchip ということで、こちらおそらくですね、クリックしたときに、のここのツールヒントとですね、ここのアクションの間にあのブランクが空いてるんですね。これをあの作ってくださいという問題になっています。 でこちらに関してもあの解説を通してご紹介していければなと思っております。でデータの方はこの data.world にアクセスをしていただいて、ご自身のアカウントが必要になるんですけれども、こちらにアクセスして、このスーパーストアですね、のデータをダウンロードして、このオーダーのデータを使いながら、この課題に取り組んでいただきたいと思います。 で今回の課題はですね、少し複雑といいますか、もしかしたら解説長くなってしまうかもしれませんので、えーまあ、動画の尺も長くなってしまうかもしれませんが、まあ、スムーズに解説できるように頑張っていきたいと思います。それでは、こちら、ビュー画面に移っていきます。で、えー、そうですね。 まずは、ラインチャートをですね、簡単に作っていきたいと思います。セールス、そしてオーダーデートを Mac はオプション、Windows は右クリックをしながら、どのデータの流度で売り上げを集計していくか、オーダーデートの月、そして連続です。そうすると、こういったラインチャートですね。ここまでは当然できるかなと思います。まずは、ステップ1と。 いうことで、えー、まとめていきます。で、今回、あの、かなりやることが多いので、えー、私も混乱しないように、えー、ステップ付けしながらですね、やっていきます。で、えー、まずは、ここで、セールスを列に入れて、えー、この下のプロダクトの、えーえー、っとですね、えー、ヒエラルキーの、えー、カテゴリーですね。えー、カテゴリーをまず、 集計しますということですね。そしてこちらステップ3、複製してステップ4ということで、はい。こちらはサブカテゴリーの売り上げですね。をドラッグしていきます。で、こちらはプロダクトネームのセールスですね。ドラッグしていきます。並び替えます。はい。 で、まずは、あの、まあ、簡単にですね、ダッシュボード化してみます。はい。こんな感じですね。で、もちろん、ここをクリックすると、あの、まあ、現れてるのは一つずつのシートなので、えー、まあ、もちろん、三つ並べるだけでは足りないんですけれども、まず、ここをクリックし,、えー、したらですね、 して、ドリルダウンするとこっちだけ表示されるっていう設定をしていきたいなと思います。で、その時にやっていく設定なんですけれども、まずパラメータを作っていきます。ここではパラメータアクションをですね、使っていきます。P カテゴリーということで、これ文字列にしてすべて、リストにしてすべてにします。 で、こちらを表示します。はい。そして、合わせてですね、またパラメータ作りまして、次は P と私入れてるんですけれども、これはパラメータですという、命名規則として入れています。で、ここ1外してしまって、サブカテゴリーですね、パラメータ表示。 そして、こちら右クリックで複製しまして、最後に、プロダクトネームですね、入れていきます。プロダクトネームを作ります。はい。で、プロダクトネームをパラメータで表示していきます。はい。そうしましたら、次ですね、計算フィールドを作っていきます。で、ここでは、 p カテゴリーが、えー、イコールの、え、ダブルコーテーションで半角ブランクを開けます。はい。で、これ、カリキュレーションパラメーターということで、cp アンダーバーカテゴリーフィルターとします。え、これは、この、この p アンダーバーカテゴリーが半角ブランクだったときに表示させるというものですね。 今、銀になっていると思うんですけれども、ここの P カテゴリーが半角ブランクということで、ここに分かりづらいかもしれませんが、半角ブランクで入れてあげてですね、Enter を押して入れてあげると、ここ、芯になりますから、ここ、芯で入れてあげると、す、ま、べ、あ、て表示されてますけれども、ここがなくなると表示が消えますね。はい、という設定にします。 そして追加で計算式作ります。ここにスペースと入れて、ダブルクオーテーションで半角ブランク入れます。で、スペースをこの詳細に入れておきます。はい。で、次、このサブカテゴリーにですね、シートを開いていただきまして、 ここのシートで行っていくのは、えっとですね、計算フィールドを作ります。この P カテゴリーがイコールカテゴリー、つまり先ほど、 カテゴリーっていうものに何も入ってなかったと思うんですけれども、ドリルダウンしたときにですね、こちらドリルアップして見ていきますけれども、このカテゴリーにクリックして、サブカテゴリーに行ったときに、このテクノロジーがそのパラメータに渡してですね、そのカテゴリーと一致していれば、そのカテゴリーに絞ったものだけ、テクノロジーだけ表示するという設定をしたいので、 こういった計算式を書きます。はい。で、P サブカテゴリーは半角ブランクの時に表示しますということですね。はい。こういったものを書いていきます。えーまあ、ちょっと、あの、ここまでだとまだ何をやっているのかわからないかなとは思いますが、こういったものを作っていただきまして、今、偽だと思うんですけれども、 このプロダクトサブカテゴリーのパラメータ開いて、これが半角ブランクだったときに、これは芯が出ます。あれえー、っと、半角ブランクですね。あ、半角ブランク。で、こちらが半、こう消してですね。こっちを消して、こっちだけ半角ブランク。はいこう。アンド条件になっているので、 ま、半角ブランクだとダメなんですね。え、こっちのプロダクト。とはい。これで、えー、サブカテゴリー入れると。えっとですね。こちらのステップの方で、例えばファーニチャーで絞った場合、これ何も入れないと、 で半角ブランク入れると全部出ますけれども、ここの値ですね。ファーニチャーを値をコピーして、このカテゴリーに貼り付けますと。そうすると消えますが、こっち行くとファーニチャーのみに絞りたいので、この CP サブカテゴリーを入れると芯も出てますね。ということで芯に絞ると、先ほどのパラメータでカテゴリーをファーニチャーに絞られていたので、 ファーニちゃんのものだけ、家具だけに絞られるというものになっています。はい。で、えー、ここでまずですね、こういったなしにして表示してみたいと思いますが、そうすると消えるんですね。はい、消えます。で、これはなぜかというと、先ほどのそのカテゴリーが、あの、何にも値が入っていないので、 その条件になってましたよね。このサブカテゴリーフィルターで。ですので、こっちは消えてしまうということになります。はい。で、ここで何をやってるかと言いますと、このシートの構成上ですね、3つのシートを使ってるんですが、そのシートの繊維をすると、他の2シートは消すっていう設定になっていて、1つのシートだけ拡大されて見えていると。 いうことになります。ですので、まあ、ここではですね、ダッシュボードのアクション機能を使うんですけれども、このワークブックのパラメータを作ります。まず、ステップ1がラインチャートだったので、ステップ2をクリックして、それメニュー、アクションの実行対象はメニューですで。ターゲットパラメータ、カテゴリーです。で、こちらは、 とカテゴリーですすね入れますそうするとこれ何をやっているかというとここをクリックしてパラメータ1ってやるとこっちが表示されますね、はい、でこっち消えますでしつこいかもしれませんがなぜこっちが消えるかというとカテゴリーが半角ブランクの時だけ表示させるとなっているのでこっちはカテゴリーの値が渡されると消えるんですね じゃあ、追加でドリルアップの方も設定をしていきたいと思います。ステップ3、カテゴリー。サブカテゴリーで、サブカテゴリーですね。で、メニューですと。えっと、ちょっと操作ミス、間違えてましたけれども、この スペースをこのステップ3に入れて、で、ダッシュボードのアクションで、はい。パラメータ2を開いて、ステップ3をクリックしたら、カテゴリーに対して、スペースですね。入れます。で、こうすると、おそらく、クリックしたときにパラメータ2がついて、そうですね。 これでドリルダウンとドリルアップがかなりできるようになったと。で、私間違えたんですけれども、このステップ3をクリックしたときにですね、カテゴリーを空白にしたいんですね。こっちでカテゴリーが入ってしまっているので、こっちのシートをクリックしたときにそれを空白にする必要があります。で、パラメータアクションというのはソースフィールドというものを指定するんですけれども、ここをクリックしたときに カテゴリーのパラメータを空白にしますよと、その設定を先ほどやったわけですね。そうすると、こういった形でのドリルダウン、ドリルアップができるようになるということになります。はい。では、さらにですね、ここからステップ4に移っていきます。で、このステップ4の方で作ってあげるのは、また同じような 計算式を作っていくわけなんですけれども、計算フィールドを開きまして、そして、ここでは、サブカテゴリー、先ほどのステップ3のサブカテゴリーの方をクリックしたら、パラメータにサブカテゴリーを渡して、 そのサブカテゴリーが一致しているものだけプロダクトネーム。プロダクトネームと言っているのはこの、C、ステップ4のところで絞り込んでドリルダウンしたいので CP、これはカリキュレーションパラメータですね。カリキュレーションの中にパラメータを含んでいるという意味ですけれどもこれで作成してフィルターに入れようとします。そうするとヌルですね。ヌルなんですがこちらは 半角ブランクが入いてますけれども、プロダクトネーム開いて、イコールになっているので、例えば、これがコピー、コピーですね。と、やった場合、こっち消えますね。なぜかというと、サブカテゴリーフィルターが、ブランクの場合だけ表示させるという設定だからです。 で、こっちに入れると、プロダクトネームフィルターが芯を選択できるようになっているので、はい。これがコピーに絞られているということになります。はい。はい。ということですね。で、そうしましたら、次はドリルダウンはできるあ、ドリルダウンの設定をまずやっていくので、ここに半角ブランクを開けて、 そしてダッシュボードアクションですね。ダッシュボードアクションで、ステップ3パラメータを変更します。ステップ3をクリックしたら、サブカテゴリーにサブカテゴリーを渡すということをします。メニューで設定します。はい、そうすると、 えっと、2つありますが、ドリルアップがこちらと思うので、ドリルダウンですね。そうするとこっちだけ表示されるようになるということですね。で、次は、このドリルアップをしていきたいので、こっちをクリックしたら、えっと、こっちのサブカテゴリーのパラメータがスペースになればいいわけですよね。ですので、スペースに詳細を入れて、 ダッシュボードアクションはダッシュボードに移動してアクションを適用します。ステップからパラメータアクションの追加。ステップ4をクリックしたときにターゲットパラメータはサブカテゴリー。そしてこれをスペースにします。そしてメニューで選択するようにします。はい。そうするとこっちが消えてこっちが表示される。そして これがドリルアップなのでこっちですかね。はい。ドリルダウン、ドリルダウン、こっち表示されてドリルアップですね。はい。で、アクションの、あの、追加については、ちょっと順序があの模範解答と異なる部分もあるかなと思いますが、今回細かいところは割愛をしていきます。はい。このクリックしたときにどこのアクションが上に表示されるかについては、 この順序によってですね変わってきますのでまあ動的にアクションの表示順序を切り替えができればいいんですけれども一旦上から表示されるという設定になっております。はい。そして次に行っていきますのはパラメータ3でやるとドリルダウンするんですけれどもこっちのラインチャートもフィルターをかけていきたいと。 いうことになりますえですのでえ、こっちのラインチャートに行ってですね、ちょっとドリルアップして戻っておきますが、はい。えまずこちらに行って、えこっちでえ、ま、ラインチャートがパラメータによってフィルターされるような形に変更する必要があるんですね。で、えこちらではえ CP カリキュレーションパラメータカテゴリー そして、ラインを、ラインチャートをフィルターするということで、カテゴリーラインフィルターという名前を付けます。p、そして、こちらは、えっとですね、p アンダーバーカテゴリーのパラメータが、これがカテゴリーと一致した場合、もしくは、or、p アンダーバーカテゴリーが、これが、 ダブルコーテーションの半角つまり、こちらはですね、カテゴリーが選択して値が渡された場合、そのカテゴリーのみの売上に絞ってほしいですし、このカテゴリーにブランクがあるといった場合、つまりここでは何も選択されてないので、カテゴリーはブランクなんですね。その時には、このファーニッチャー、オフィスサプライス、テクノロジー、すべての合計、売上の合計が知りたいので、 こういったフィルターを用意しておきます。で、このラインチャートに入れておくんですね。ラインチャートにここを芯で入れておきます。はい。そうすると、これカテゴリーになっているんですけど、3つ集計された結果なんですね。で、こっちに行って、例えばオフィスサプライに入れると、オフィスサプライだけに絞られているっていうことが確認いただけるかなと思います。このような形でですね、フィルターをかけていきます。はい。 で、こっちのサブカテゴリーについても、全く同じような形でフィルターをかけていくことになります。ですので、ラインチャートに行きまして、こっちの計算フィールドを作成。そして、CP、サブカテゴリー、ラインフィルターとしまして、 p アンダーバーサブカテゴリー。これがパラメータが、先ほどのカテゴリーのフィルターと全く同じです。カテゴリー、もしくは p サブカテゴリーが、これが塗る、塗るではなくて、ダブルコーテーションの文字列で半角ブランク。つまり何も渡ってないときには、何も渡ってないときというのは今のこの状態です。あ、この状態ですね。はい。この状態のときには何も渡ってないですから、 すべてのサブカテゴリーの集計を行ってほしいということです。試しにサブカテゴリーを入れておきますと、すべてこの値ですねが計算されてますが、こちらで今入れたフィルターをカテゴリーのフィルターと同じように入れてあげまして、こっちでバインダーって絞り込みを行って、あ、ドリルアップしちゃいましたね。 ドリルダウンしてみるとバインダーだけに絞られるということでうまくこのフィルターが効いてきているというのが確認いただけるかなと思います今23分くらいですねで30分くらいで終わればいいなとなかなか長い動画も見ていただけないかなと思うのでこのペースで早めに解説していければなと思いますけれども 残りはフィルターの方ですね。で、プロダクトネームに来ましたら、パラメータアクションを使って、ここではフィルターするみたいな設計にしています。今まではドリルダウンしたタイミングでフィルターするっていうものだったんですけれども、プロダクトの先はドリルダウン先がないので、そういった設定をしております。で、ですが、まあ、こっちも結局はですね、同じような え、フィルターのかけ方になるので、CP、プロダクト、そして、え、LINE、フィルターとしまして、P、アンダーバー、プロダクトネーム、イコール、プロダクトネーム、OR、こっちが空白の場合というのもあるので、空白の場合には全てを集計してくださいねと。 してですね。まあ、これを入れておくと。お、ですね。銀になっているんですけれども、銀になっているのは、あ、こっちが儀に今なってないんですね。こう入れておいて、そして、プロダクトラインフィルターを入れ、おっと。 えっと、こちらのプロダクトラネームの方が半角ブランクであればいいので、半角ブランクだった場合、こっちはすべて表示されるということで、まあ半角ブランクだったらシーンですね。はい。これでいいと思います。はい。で、ダッシュボードの方に行って、アクションですね。はい。で、パラメータの変更です。 ここからはしっかりと名前をつけていきたいと思います。ステップ4をクリックしたときにターゲットパラメータは、プロダクトネーム、そしてソースフィールドのプロダクトネームを渡すということをします。で、値の設定で、値がクリアされた場合には、半角ブランクですかね。 を入れておいて、え、あげると。で、このパラメータ箱に名前を付けたいと思うんですけれども、ちょっとコピーペーさせてもらいますが、プラスフィルタリングラインチャート、微斯人、プロダクトネーム。クリックしたプロダクトネームでラインチャートを、え、フィルターしてくださいね、ということですね。で、これやると、おっと。今、選択になっているんですが、 こちらを選択からアクション実行をメニューに切り替えます。はい。で、そうするとここに出てきますね。はい。で、外す。えー、クリック、外すと取れると。でパラメータ4に行くと、パラメータ4の集計になるということですね。はい。で、これでうまく、設定はうまくいってるかなと思います。 で残りのアクションについても、すべて設定を行っていきます。えー、まず、このパラメータ1、クリックしまして、えー、ここのパラメータ1の方には、えー、これはですね、ステップ2をクリックしたら、ステップ3に行くっていうものなので、プラスドリルダウンとサブカテゴリー,、えー、指定したカテゴリーということで、えー、設定をします。 そうすると、クリックすると、このような形でアクションの中身を書いてあげることが可能ですね。はい。で、残りこっちのパラメータ2と3についても設定をしていきます。で、おそらくパラメータ2の方がドリルアップだったかなと思います。ですので、こちらは、 パラメータにはですね、名称変更して、ドリルアップトゥー小オールカテゴリーですね。で、クリックすると、ドリルアップトゥー小サブカテゴリーと。で、パラメータ3はドリルダウンになります。はい。パラメータ3を開いていきまして、ここでは、 プラスドリルダウンーショープロダクツ、微斯人、サブカテゴリーということで、OK をしておくと、はい、プラスでドリルダウンの選択肢が与えられます。あとはパラメータ4ですね。これはまたドリルアップになるので、アクション設定が多くて分かりづらいかもしれませんが、こちらはドリルアップですね。はい、パラメータ4を開いて、 パラメータアクションの追加です。これでいいかな。はいは。いそうすると、この w i s h の中にないですけれども、これはですね、このシートでないで、渡す変数が詳細に追加されていないといけないので、追加しておくと、ここに入ってきますね。はい。このような形でうまくドリルアップ、ドリルダウンができるような形になりました。 それではこちらをタイトルをオンにしてあげまして名前を付けていきます。ここもちょっと私はコッペをさせてもらいますけれどもダッシュボード1そしてこちら貼り付けです。はい。で、似たような設定に変えていくのでちょっとグレーにして そして、セールストレンドとします。はい。で、えー、っと、もう終わりと言ったんですが、まあ、ちゃんとあのここ、えー、っと、うまくですね、一つのシートで行えていないので、その設定をしていきます。まず、ここに空白をタイルでちょっと入れてしまいまして、 不動で水平方向タイルを出しますでシフトキーをしながら、ここに入れていきます。この横にこう入れていくんですね。はい。で、このコンテキストフィルターを使いますと、空白のものというのは、かなり小さいサイズに絞られます。その時の条件としては、この表示、タイトル名が非表示になっていることが前提です。そうすると、3と4がここに隠れてるんですね。 でステップ2についてもタイトルを隠します。で、行いたいのは、ここの2ですね。タイテキストを入れまして、プロダクトヒエラルキーとします。で、15ですね。はい。で、レイアウトでバックグラウンドを編みかけにします。 で、ここでコンテキストフィルターの水平方向に3つシートを入れたので、これ不動解除で入れていきます。で、空白を解除です。で、えー、今回こちらのフォントのサイズは、あのー、まあ、ちょっと大きくしたりっていうデザイン面はあの考慮しませんけれども、まあ、こっちはちょっと大きくしてるんですが、このような形でですね、クリックするとドリルダウンできるような設定ですね。で、 実際にはシート隠すように、残りのシートは隠すようにしましたけれども、そうするとこのコンテキストフィルターの中で実際には隠れているという形になっています。はい。で、やり残したところとしては、こちらのセールストレンドのどういう単位でデータを見にドリルダウンしているのかというのをタイトル表示するというのが行われていました。ですので、こちらを設定していくというところですね。 やっていきます。はい。それでは、こちらのシートに移りまして、計算フィールドですね。作成します <laughs>。計算1、トレンドタイトルです。ここでは、ifp カテゴリーパラメータが空白ではないとき、 空白ではないというのは何かの値が渡されているということですので、for、はい。プラスのカテゴリーです。これは文字列で、for を何々って入れたいんですね。具体的にはここをクリックしてカテゴリーでドリルダウンすると、カテゴリーがパラメータに渡されるので、for を何々と入れたいと。で、else。ここ空白だった場合は、 何もなしですと。で、プラスボタンで、これをちょっとコピー、コピペします。プラス、はい。で、ここでやりたいのはサブカテゴリーだった場合です、ね。あ、えっ、ー、と、こっちはカテゴリーで、こっちはサブカテゴリーですね。で、サブカテゴリーです。で、こちらもプロダクトネームで、こっちもプロダクトですね。 プロダクトとネーム。で、こちらに関しては矢印で表現しましょうとなっています。ドリルダウンしますと、そのカテゴリーの先はこういう矢印表示になっているので、ここは矢印を入れます。はい。で、このトレンドタイトルというのをこのステップ1の方に タイトルとして詳細に入れていきまして、で、ここにシートとしてトレンドタイトルで入れると。はい。そうすると、こういった形で、あの、うまく表示することが可能になります。ドリルアップ。ドリルアップ。オフィスサプライを渡して、さらにエンベロープを渡して、さらに、 とフィルタリングする。とドリルダウン、フィルタリングですね。そうすると渡されますということですね。これで設定が可能になっています。で、残りはボーナスポイントですので、まあ、ここまででお腹いっぱいな方はですね、あのえー、お疲れ様でした以上にしていただきまして、残り興味ある方は続けてください。で、ここではクリックしたときにブランクを開けてるんですね。 まあここも非常に繊細なところでして、ツールヒントとアクションの距離を離すっていうことをしています。ここにクリックすると全て埋まってるのにちょっと窮屈ですよねということなんですね。ですので、ここではブランクシートを入れて、ツールヒントの中にシートを埋め込む形でですね、はい。それをまあ入れられるようにしていきます。 こういったコ細工クをしてですね、あの、何か1シート作ってあげます、ないとですね、全く空白のシートだとツールヒントの中に入れられないんですね。はい。で、サイズをちょっと小さくしまして、で、え、この書式設定で、え、中の内部線ですね、あ、枠線ですね、の行の境界線をなくすと。そして、ビュー全体にします。 で、えー、ツールヒントを表示しません。えー、そして、ダッシュボードの方に行きまして、えー、クリックしたときに、えー、ここのアクションとの間に空白入れたいので、ここにブランク入れます。で、このハイトを小さくしないとですね、かなり空白開いてしまうので、20くらいにすると、おっと、ダッシュボード側のアクションなので、ここですね、空白が開くということになります。 で、ドリルアップ。そして、こっちも同様ですね。ツールヒントの方に、シートでブランクを入れていきます。で、2周ですね。はい。で、ドリルアップです。で、残念ながら、ここのラベルに関してはくっついちゃいますね。で、唯一、棒グラフの方をクリックすると、ツールヒント、Bizin ツールチップの機能を使って空白を入れられます。 で、こっちに関しても、まあ、最後にですね、えっ、ー、と、ツールヒントで空白を入れるということを行います。はい。えー、これで完成ですね。で、最後、細かいところとしては、あのスペース等のですね、えーまあ、デザイン、えっ、ー、と、パラメータアクション用の設定したものが、ここのスペース、それぞれのシートに入ってしまっているので、 えとまあ、それはあの適宜隠す必要がありますというところですね。はい。ここは適宜。えー、細かい設定ですけれども、まあ、隠してあげ、消してあげてください。はい。えー、これで完成ですね。はい、えー。こういった形でドリルダウン、ドリルアップの設定を行います。 でタブローの機能ですと、シートを分けてドリルダウンする、まあ、フ,ィルフィルター機能であの深掘りできるようにするですとか、セットアクションを使って、ここであのドドリルダウンするっていうことはできるんですけれども、かなり窮屈になってしまったりするケースがあるので、こういったパラメータアクションを使って、1シートでシンプルにドリルダウンして探索できるようなものを作るといった問題でした。 非常に良問かつですね、タブローの機能をフルに活用してできるということで、応用の効く問題ではなかったかなと思います。一方で、あの、標準機能に実装されれば嬉しいものであるなと私、非常に思いましたので、あの、アイディア等にですね、投稿して製品開発されることを楽しみにしたいなと思います。それでは、本日の ウィーク11以上とさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。